はい、皆さんこんにちは、オクティビのオクです。ということで今回はですねチャレンジ企画となっております。ということで今回チャレンジするのがこちら、ペヤング焼きそば極激辛。イエーイ。ということで今回はこちらの激辛ペヤングに挑戦していきたいと思うんですけれども、こちらの激辛ペヤングはですねたくさんの先輩 YouTuber さんが動画を上げておりましてですね、まあ、かなり苦しんでいたんですけれども、僕はですねなんと激辛結構得意なんですよ。ということで今回はですねこちらの激辛ペヤング、まあ、大体ね5分間で完食していきたいと思います。それではやっていきましょう。ということでこちらのパッケージを開けまして、中を開けるとですねこのような火薬とですね極激辛ソースってものが入っております。でこの中の火薬を焼きそばの中に入れまして、でお湯を入れて、よし、で3分待ちますということで今このお湯を捨ててきたので、この極激辛ソースを入れていきたいと思います。よいしょ、いきます。おお、やばい、赤黒いソースになってます。これ辛そうだな。こちらを混ぜまして、確かにね匂いも結構辛そうなんですけれども、僕はね辛いものに結構強いので、水を一滴も飲まずにねこちら5分間ぐらいでね完食にしちゃいたいと思います。それではいただきます。いや、うまそう。あ、うまいですね。こういうのね止まっちゃダメなんで。ちょっと次に行きましょう。やばい。いやー、めちゃくちゃうまいですね。まあね、確かに汗は出てくるんですけど、まだまだ全然食べれますね。あ、水出てきた。いや辛いんですけどね、辛うまですね、辛うま。いや、うまさもねすごい感じますね。よいしょ、やばいやばい。
いやもうね、あとちょっとになりました。いやうまいっすね。それじゃあラストいただきます。さあということで完食しました。いや辛かったんですけどめちゃくちゃうまかったです。まあね、水も一滴も飲まずにねガッとかき込んだんですけども、いやでも辛いまでね最高でした。まあ大体ね5分ぐらいでね食べ終わったんじゃないかなというふうに思います。皆さんもね、まあ、この激辛ペヤング辛いんですけど美味しいんで、皆さんも5分以内ねぜひチャレンジしてみてください。さあということでこの動画がいいなと思ったらねグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。さあということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。辛すぎだろ。アイスうまい。